はい、はるちゃん、おはよう。おはよう。今日は寒いな。雪降っちゃうよ。はい、行こうか。うん。元気やな。はるちゃん。下よ、下。下、下。下、下。どうぞ。あー寒い。はい、行こう、はい、行こう、行こう。あー今日寒いよ。はい、はるちゃん元気やな。走らせ、走って走って。今日は寒いよ、これ何度かな、絶対マイナスやな。いたいた。あ、元気やな、あんた元気やな。寒くないですか。はい、この寒い、この寒い。はい、カメラが追いつかんわ、お前。出してこい。寒いなぁ、あんた。犬は元気やわな。あ、いたいた。行ってこい。何しようの？なんか匂いがするから。鼻帰るよ。花、帰るよ。はい、ご飯するよ。はい、まだ走るよ、まだ走るよ。走ったらいいよ、走ったらいいよ。はい、帰ろうか。まだ、まだ。はい、カボス TV ユージです。いつもご視聴、たくさんのコメント、アドバイス、本当にありがとうございます。2020年12月31日、朝は雪でした。2020年の最終日は非常に寒い朝の始まりでしたね。今日はですね、2020年最後に皆様にお礼を申したくて動画を撮っております。まあ今もちょっと風が あって寒いんですけど、まあ皆さんにぜひともお礼申したくて外で撮ってます。今年はですね、少しずつですけど自分のやりたいことをできた1年だったなというふうに思います。前回動画で言ったように皆様から励ましのコメントとアドバイスいただいたことによって少しずつね、前進することができたなというふうに思ってます。まあ来年はまだまだやりたいことは前進しただけなんで、今後それを結果に残したいなっていうふうに思ってますね。まあでも焦らずにね、ぼちぼちやっていけたらいいなというふうに思ってますけど、まあ私もそう年齢が若くないのでどこまでできるかっていうのは分かりませんけど、自分ができる範囲でなんか達成できたらいいなというふうに思ってます。でまああまり大きいことをするようなことは考えてなくて、まあ田舎でのんびり生活ができれば
いいかなというふうに考えてますね。ただやっぱりこの限界集落田舎でビジネスはぜひやってみたいなというふうに思ってます。それはなぜかというと、皆さん町に出られた方は田舎に帰ってやはり生活できないというのがあるんで、田舎に帰りたいんだけどやはり諦めてしまうという方が多いと思います。であとは町の方に出て両親とかが年老いて田舎に残ってるんだけど、私もそうなんですけど、だんだん介護が必要になる。そうすると、田舎に帰らないといけなくなるって、その時に本当に生活ができるんかとか、どうやってね生計を立てていくんやっていう、お手本には絶対ならんと思います。ただこういうふうにやれば生活もできるんかなっていう、そういうところをぜひこう皆さんに参考になるようなところをやってみたいなというふうに思ってます。まだまだできてないですけど、来年はぜひそれを現実に向けて少しずつ歩んでいこうかなというふうに思ってますので、今年1年本当に皆さんに助けられましたけど、来年また1年よろしくお願いいたします。今年花ちゃんもね、今年家族になってだいぶ大きくなって、今私一人ですけど、ちょっと心の支えになるっていうかね、こうやって一緒におると皆さんに助けられ、犬に助けられ、ぼちぼちやってますんで、来年はまだまだやれてないことを少しずつ前進しながら皆さんに動画をお届けしようと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。であと今日は夜11時からクジラガレージさんとライブ配信します。新年明けましての12時10分から私のカボス TV の方でライブ配信ということで、行く年来る年をクジラガレージさんとカボス TV でやりますので、どうぞその時もご視聴よろしくお願いいたします。でたくさんの差し入れもいただいてますので、ぜひ美味しくいただこうと思ってます。差し入れいただいた方本当にありがとうございました。またライブの方で紹介させていただきます。じゃあ2020年本当にありがとうございました。また2021年も相変わらずカボス TV どうぞよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さん良いお年を。今年最後の良犬じゃんけんしましょう。はい、両拳じゃんけんじゃんけんプッチョキです。